DCON、 全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト。高専生たちが日頃培ったものづくりの技術とディープラーニングを組み合わせたビジネスプランを発表。チームが企業だと想定した場合の価値、企業評価額で競うコンテストです。書類による一次審査、プロトタイプを制作し技術面での実現性を図る二次審査を経て本戦出場チームが決定します。企業価値を勝ち取るため本戦では高専生たちが最後のプレゼンテーションに挑みます。起こせイノベーション。あなたも起業家が生まれる瞬間を目撃してください。 DCON スタートです。始まりました。第3回ディープラーニングコンテスト。今年は高専制度創設60周年の記念大会です。盛り上げていきましょう。柳井さん、はい、プレ大会はこんなにリアル開催できたんですが、はい、第1回第2回がコロナウイルスで、うん、そうなんですよ、もうリモートだったんですよ ね、はい、やっとね、はい、やっと高専生でここで会える。そうなんです。なので本人たちもちょっと緊張するかもしれないですけどね、はい、非常に楽しみです。松尾先生、はい、やっぱりリアルでプレゼンするのが本来 DCON がやりたかったことですよね。そうですね、もうこの2年間できませんでしたからね、待ちに待った大会だと思います、はい、今回なんですが全国で41チーム、そして海外からなんと6チーム参加していただきました。本戦出場を持つことがこちら10チームです。はい、わあ、なんかつづうらうらですね。岩手から沖縄までってとこでしょうか。うで、ね、ではでは、はい、早速ですが、お呼びいたしましょう。見事本選出を、解けました皆さんです。客席にいた、カズラ頑張ってね。学校の札出してくださってます。はい、元気のある学校とそうでもない学校があるぞ。みんな大丈夫。あ、なんかすごい、なんか、なんか応援のやつ持ってる。ズバズ元気。そして今年も本戦に出場する皆さんには心強い味方がいますよね。はい、そうなんです、はい、事業経験豊富な起業家やコンサルタントの方が1名ずつ各校についてくださっています。メンターというふうに DCON では呼んでいます、はい、その方々には後ほど一緒にステージにお越しいただきお話を伺おうと思います。それでは審査方法をご説明いたします。 DCON は実際のビジネスの現場でベンチャー企業を評価するのと同じ基準で審査していくリアル体験型コンテストです。高専生たちは5分間のプレゼンテーションに挑戦します。プレゼンテーションの後には質問タイム。現役ベンチャーキャピタリストの審査員からの質問に答えられない場合はヘルプの札を上げ、各チームのメンターに代わりに答えてもらうことができます。ただしヘルプの札を使えるのは1回だけです。質問タイムが終わるとその事業に投資したいか審査員の皆さんにジャッジしていただきます。一人でも投資すると判断した場合、そのチームは企業評価額の審査に進むことができます。チームが企業だと想定した場合の価値、バリュエーションが具体的な金額で評価され順位が決まります。という感じになってまして、このステージ上でプレゼンするから、ね、緊張感がすごいですよね。さてさて、そしてですね、注目はこちらです、はい、最優秀賞に選ばれたチームなんですが、なんと企業資源が100万円授与されます、そして惜しくも2位になったチームにも50万円、そして3位のチームは30万円の資金が出ますよ。では審査していただきます。現役ベンチャーキャピタリストの皆さんをご紹介いたします。では注目の一組目です、はい、まずはこちらのチームです。鳥羽商船高等専門学校江崎ラボ。鳥羽商船高等専門学校江崎ラボ、作品名は C ネットです。今からチーム江崎ラボの栗田が魚の見える化による低チャミ漁の支援 C ネットについて発表を始めます。日本では水産業の携帯の規模が小さく、IT の活用が遅れ、生産性の改善が遅れています。日本の水産業を支える定置網漁を対象に、海洋観測機とディープラーニングを用いて支援を行います。定置網の種類は大型とサケと小型があり、今回はブリを狙って操業を行う大型定置網漁を対象にします。
大型定置網漁の仕組みです。定置網漁とは魚の回遊する場所に網を設置し魚を捕る漁法です。こちらをご覧ください。魚は道網から運動場に入り、上り網を上り、箱網に入り、金庫網に入ります。魚は一度網の中に入っても再び外へ出ていく場合があります。ただし金庫網は一度入ったら外へはほぼ出られない構造となっており、ブリはこの金庫網に追い込んで取ります。定置網漁の課題の一つ目です。漁場まで行って網を上げるまで漁獲量がわからないということです。これは市場に合わせて操業していることが大きな原因と考えられるため、取れるタイミングで操業を行い漁獲量を増やす必要があります。このことよりディープラーニングを活用して入網状況の可視化を行います。定置網に海洋観測機を設置し、水中画像を収集し、入網状況の可視化をラインボットとダッシュボードで行います。魚の検出モデルの正解率は 92% となっており、ラインボットではこのように通知が行えています。ダッシュボードではこのように魚検出のプロット、入網状況の3段階の評価を行えています。このことより取れるタイミングで操業を行えるようになります。大量操業しないなどの情報を事前に伝えることで、網のメンテナンスの予定を立てられたり、市場への情報提供により売り先を漁獲量に応じて事前に確保することができ、間接的に収益向上につながる可能性があります。実現方法は、漁獲量と関係のある海象気象を入力し、新月前後の5日間の漁獲量を予測し、予測値が一番高い日を決定します。ピークとした日の漁獲量を頂点とした正規分布モデルを適用し、漁獲時期と最大漁獲量を提示します。予測モデルの精度は平均絶対誤差 2.8 トンとなっています。ダッシュボードではこのように漁獲時期と最大漁獲量を正規分布モデルで表現しています。これよりメンテナンス作業を行う日程の決定や市場への事前連絡が可能になります。最後に、海の見える化により必要十分な漁獲を実現し、持続的な定置網を支援します。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。江崎ラボの皆さん、ありがとうございます。素晴らしい、時間もぴったりですしです、ね、さてさて、今のプレゼンを聞いて VC の皆さんどう思ったのか、5分間の質問タイムに移ります。あ、ではゴージさん、お願いします。あの、素晴らしいプレゼンありがとうございます。あの、すごくニーズがある、あの、技術だと思うんですけども、これまではあまりこういったそのディープラーニングで、ソリューションっていうのがなかったのかなというふうに思ったんですけど、今まであまりなかったのはどうしてだと思います、はい、ソナーなどを使ってやっているところあったんですけど、初めて見た人とかだと、どれが魚であれとか、どれがノイズなのかっていうのが分からないんですよ。でも自分らはカメラでそういうのができるので、初めての人にも分かりやすく表示できるっていうのが、カメラを使うっていうのが今まであまりなかったんですね。はい、なかったです。なるほど、なるほど。ソナーの場合とカメラを使う場合のコスト比較というのを教えていただけますでしょうか。はい、こちらは、あの、ソナーで、あの、定置網を移している指キタス魚炭という製品がありまして、こちらと比較すると販売価格は自分たちのシステムだと120万、指キタス魚炭だと300万、でランニング代も8万と2万という比較になっています。性能も良くって販売価格も安いということですね、はい、ありがとうございます。最後まで草野さんの力は借りずに、そうですね、自分たちで行きましたね。さすがです。では投資したいか どうかのですね、ジャッジをしていただきます、それでは札をお上げください。どうぞ。うわー、丸丸丸丸×4名様丸、4丸です。確実にニーズがあるなと思ったのと、あと、あの、ソナーだったのところにカメラを入れるっていうのもすごく分かりやすく、はい、新しいし、あの、必ず M&A とか、あの、大企業さんがこういった事業を欲しいっていうニーズはあるだろうと思ったので、あの、丸にさせていただきました。ありがとうございます。では続いての構成に参りましょう。はい、佐世保工業高等専門学校、伊原ぼ。佐世保工業高等専門学校伊原ぼ、作品名、音で見る音解析技術を用いた森の見守りシステムです。どうぞ。皆さんこんにちは、佐世保高専のチーム伊原ぼです。早速なんですが、最初に皆さんに5秒ほどの音を聞いていただこうかなと思っております。
今皆さんこの音を聞いて何を想像されましたか？そう、今皆さん音を聞いていろんな景色、場面を想像しましたよね。これは音景というふうに呼ばれているんですが、つまり音を聞いて周囲の状況を判断する技術、音景解析技術を用いて今回はビジネスを提案させていただきます。今ディープラーニングを用いた画像解析技術の向上によって、今まで人間がしていたことを AI が判断する時代となってきました。しかしながら主にコストの面で大規模化が難しいという点がございました。対しまして私たちはデータ量が少なく安く、そして LPWA と相性がいい音音景を用いて周囲の状況を判断するシステム、音で見るを開発いたしました。音で見るはそのデバイス上で解析を行うセンシングデバイス、そしてその解析した結果をローラにて集約するローラゲートウェイ、そしてその集約したデータを蓄積、そして公表するためのクラウド、ウェブアプリケーションにて構成されています。このセンサーデバイス内にディープラーニング技術を用いておりまして、高精度かつ多彩な識別が可能となっております。特に今回の音で見るはこの音景解析を森に特化させたものであり、実際に森の中にいる虫の葉音であったり動物の鳴き声や雨や風といった環境音を今回は31種類の識別ができます。今回のターゲットとしましては、害虫や害獣駆除を行っている業者様、そのご支援を行っている行政様、そしてその他森の環境調査を行いたい団体様になります。私たちから音で見るをレンタルし、そのモニタリングをしたい場所にご自身で設置していただくというような形になります。私たちはその過程で得られました識別情報を集約し、ウェブアプリケーションにてユーザーに提供いたします。しかしながら、この音で見るで得られるデータセットと音景解析技術の向上というのは、例えば音や音景を用いた街の防犯システムであったり、山の有効利用活用の促進のための山の売買ビジネス ESG 事業など、さまざまな展開先が考えられます。私たちはこの音景解析技術を通じて地域に根付いた諸問題の解決と、この技術が私たちの身の回りにあふれるようになる楽しい未来を想像いたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、大人びてるですね。でも最近の悩みは最近太り気味って書いてますね。あ、そうだったですね。さて、では質問のある方、ぜひぜひ挙手をお願いします。なんでこの事業、このビジネスを考えたのかっていう、そこの理由を教えていただけますでしょうか。長崎県対馬の方で発生しています外来種のハチが侵入しているというふうな、この問題に私たちも IoT とディープラーニングを用いたこの技術を導入することによって、防除、広めないではなくて駆除できるような、対馬から追い出されるような、そういうふうなシステム作りというのを今回提供させていただくて、このような取り組みをさせていただいてます。これネットワークコストとハードウェアのコストとっていうバランスっていうと、どんな感じになっていらっしゃいますか。ありがとうございます。私たちとしましては、このセンサーデバイス 1台あたりの値段を1万円以下に抑える予定です。また、通信機器にかかりましては今回デバイス上で判断して、その結果のみをクラウドの方へ送るということで、とても安価にできるというふうに考えております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。投資したいかどうかジャッジしていただきます。札を上げてください。どうぞ。松本さん、丸です。松本さん、なぜ丸を。プレゼンテーターの方の3ピースがめちゃくちゃかっこいいなと思ったんで。やっぱり僕も思いました、はい、そこですよね。そうなんですよ、まあ、というのと、まあ、これ半分冗談ですけど、やっぱりベンチャーの投資っていうのはこう逆張りもすごい大事だなっていうふうに思っているのと、やっぱり持ってる課題っていうのはそれなりに大きいなっていうふうに思っているので、さっきのいくつかまだコスト下がる要素があるなっていうふうに思っているので、こんだけの台数がある程度ばらまかれるんであれば、ビジネスとしても十分面白くなるかなと。今回もヘルプ使わなかったですね。本当ですね。せっかくね、佐藤さん、メンターの方がしょんぼりしてるのかな。そうですね。背中がかわいそう。さてさて、というわけで順調にやってまいりましたが、はい、続いての候補戦はこちらです。どうぞ。トヨタ工業高等専門学校、早坂大畑ラボ。それではトヨタ工業高等専門学校早坂大畑ラボ、作品名ジョーズ、熱中症リスクを可視化する健康レジリエンスシステムです。どうぞ。近年地球温暖化に伴い熱中症が社会課題となっています。ジョーズとは環境データと顔画像で生活習慣からも熱中症危険度を判定するシステムです。事前の危険度判定により、熱中症リスクの軽減をサポートいたします。こちらのグラフは熱中症による死傷者数を表しています。グラフの通り年々増加していることが分かります。
熱中症になる三大要素として環境、生活習慣、そして行動の3つがあります。この中でも環境に関しましては温度計なのでセンシングが可能ですが、他の2つに関しては、加味した対策がありません。つまり対策はできているが十分な対策ができていないということが言えます。そこで我々は体の中でも、最も情報が多く詰まっていると言われる表情に体調が現れるということを仮定し、環境データと顔画像を入力とした深層学習で熱中症リスクを予測するシステムを開発しました。気温、湿度の環境データ、そして顔画像を入力し、深層学習を用いて推論を行います。そして出てくる値によって熱中症のリスクを判定します。こちらが動作フロデモ動画となっています。今こちらは土木現場を想定しています。健康調査の時間だ。熱中症になりそうだ。少し休憩を長く取ろう。このようにカメラの前に立つことで顔画像を入力し判定を行います。こちらはシステムのモデル構造となっております。大きく2つのモデルからなっており、上のエクセプションでは顔画像を入力として行動や生活習慣を推論します。そして下の LSTM では環境状況を推論します。その2つを組み合わせて学習を行うことで熱中症の危険度を推論します。このビジネスを行う上で大手ゼネコンを初期ターゲットとして考えました。主な理由としましては、熱中症の対策費が潤沢にある、そして工事件数が多く通年工事が多いという3つが考えられます。また販売方法としましては、長期的な現場を想定した買い切り型、そして短期的な現場を想定したリース型を考えています。それぞれ買い切り型が1台32万円、そしてリース型が1台1月10万円を考えています。最後になりますが、上手で上手に熱中症対策をしましょう。以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。非常に上手なプレゼンでしたね。めちゃくちゃ上手。では質疑応答タイムといきます。顔の画像以外にも、その人のいろんな生体情報、いわゆるバイタルデータってあると思うんですけども、なぜ顔画像なのかなっていうところ。例えば朝顔を見たときにちょっと顔色悪いねとかっていうところは、やはりこう目で見て確認して判断しているところだと思うので、深層学習というのはやはりそういった目で見て分かるところ。やはり情報量が多く詰まっていると言われる表情に目をつけました。これ表情は全部撮ってからじゃないとできない。現段階では顔の領域を撮る際にはマスクもつけたままでも顔の領域は判定できて、あの白マスクでないと現段階ではなかなか難しいという感じですので、ね、でもそこはその今後 あのシステムのブラッシュアップで改善できるところではないかなというふうに考えています。これぜひあの現場とかで実証実験とかやっていただけたら面白いんじゃないかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。最後一言だけ、あの絶対言ってくれって言われてたのがあるんですけど、あのこれ熱中症対策予算というのが国 あの補正予算でもついてまして、はい、まあ、つまりもう使わなきゃいけないお金があるというところで、うん、まあ、先ほどあの話の中にもありましたけれども、 ありとあらゆるあの製品をこう組み合わせて使うことで、この熱中症対策ってことがこう完璧にする、まあ、その、 あの一条を担うのが上手であるというところを最後にお伝えさせていただきたいと思います。さてさて、ではいきますよ。皆さん札をお上げください。どうぞ。お、バズバズバズ、丸丸、おお、丸入稿になりました。2丸ありました。最後のメンターのサポートが良かったです ね、 ですね。それがあるから今市場規模あるなと思いまして、はい、ありがとうございます、ね、皆さん、ね、忘れてるかもしれないけどヘルプ使っていいからね。そう。では続いてのチームはこちらです。沼津工業高等専門学校長井。では参ります、沼津工業高等専門学校長井で作品名いざないです。どうぞ。皆さんもショッピングモールに訪れた際、空きスペースがなかなか見つからないという経験ありませんか？こちらの図は大型商業施設を上空から撮影したものです。混んでる場所と空いてる場所がはっきり見て取れます。しかしドライバー目線ではどうでしょうか？空いてる場所なかなか分かりません。こうした状況を解決するために私たちはイザナイを開発しました。イザナイは効率よく空きスペースに誘導するシステムです。このシステムにより店舗の回転率は向上し、満車による機械損失を防ぐこともでき、両社にストレスフリーなショッピングを提供することができます。まずシステムの全体図を示します。イザナイはエッジデバイスとクラウドで構成されています。
そのうちエッジデバイスにはカメラや電光掲示板、ジェットソンなどの組み込みデバイスが搭載されています。こちらの映像はイザナイに搭載されたカメラの映像です。車両を検出すると電光掲示板が点灯します。車両が駐車場の中に入るとこのように対応した空きスペースのカウントが減ります。またイザナイは車両台数の時系列データの収集予測やナンバープレートの認識記録などさまざまな機能があります。これらのデータはクラウドに保存されて認識精度の向上やさまざまなサービスに利用されます。私たちのターゲットである大型商業施設は全国におよそ3200室あります。約9600億円の市場規模です。また飲食店や中小規模はおよそ150万施設あり、約3兆円の市場規模です。私たちはターゲットの拡大や利用サービスの展開によって5年目には100施設を契約し10億円を超える売り上げを見込んでいます。大型駐車場のデジタルトランスフォーメーションを実現するために私たちは両者を効率的にいざないます。以上で発表終わります。ご清聴ありがとうございました。堂々としてる、ね、立派です。あと僕はまだ運転するんでこれあったらいいなという、純粋に思ってなんで今ないんだろうって思ってます、ね、確かに便利ですね、はい、行きますか、はい、引き続き応答タイムに行きます。ではこの仕組みに関しては青空駐車場みたいなところ、そういったところにも対応できるんでしょうか。私たちのシステムは出入り口にカメラを設置するだけでそのシステムとして成り立ってしまうので、アプリでその、まあ、例えば A、B という駐車場があったときに A の方が混んでるから B の方に行った方がいいですよという提案をその家にいる状態でしてもらったり。じゃあもう本当にアプリで基本的には事前に見て、あ、はい、D が空いてるから D に行こうとか、はい、そういうふうなことを分かった上でこう、はい、中に入っていくっていう、はいはい、仕組みなんですね、はい、予定を立てる際にこのアプリを使っていただくという感じですね、はい、店舗側だとかその駐車場側のメリットとして、これを入れることによって例えばすごく、来る数が増えるとか何かなんていうんですかね、定量的なメリットってどういうふうに。駐車場の待ち時間で車の中で拘束されてしまうというこの時間ってその購入機会を損失してしまっている状態なんですね。まずそこをなくせるというところと、あとはそのスマートフォンのアプリでそのクーポンなどを出せるようにしておいて、そのまあ今まあテスト版で作ってあるんですけど、それだと管理者 ID とパスワードさえあれば誰でもその好きな時間に好きな種類のクーポンを出して好きな時間でやめれるっていうシステムを作ってあるので、そういったもので集客もできると考えています。ぜひあのそういったメリットをですね、あのプレゼンの中にも入れていただくといいかなと思いました。はい、ありがとうございました。はい、ね、またメンターメンターから一言ちょっと後押しじゃあ、まあ、今回のケースはやっぱりその小規模のところから始めようみたいな案とかもあったんですけれども、うん、まあ、逆にその大規模なところが、まあ、結構見てみると課題が大きいよねみたいなことは、まあ、結構言ったりして、まあ、見てはいたので、まあ、なかなかこう声みたいなところは難しかったんですけれども、まあ、かなりこういう問題があるんじゃないかっていうのはすごい議論してたかなっていうのと、あとそのマーケティングデータを出してあげるのあのナンバープレートを取って、まあどういう人たちがどのぐらいリピートしてるかみたいなのは、まあ競合他社のところでやってるところがなかったので、まあ結構画像認識する意味が出やすいみたいなので、まあそこが導入メリットに一つなっていくのかななんてことは思ってました。はい、ありがとうございます。それでは投資したいかどうかジャッジしていただきます。札をお上げください。どうぞ。バツ丸バツ丸バツバツ、じゃあ丸2つ。おめでとうございます。おめでとうございます。施設側のメリットをあのもっとこう、プレゼンの中でもはっきり言っていただければ必ずあの導入したいところはあるだろうなと思ったので、はい、あの丸にさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、丸2つ上がりましたので、なのでここから評価額になりますので、ね、うん、楽しみに待っておいてください。続いての学校はこちらです。香川高等専門学校たくまキャンパスコンドル。では参ります。香川高等専門学校たくまキャンパスコンドル、作品名はコンドル混雑情報発信システムです。どうぞ。私たちは香川県の自治体から駐車場の混雑度を可視化してほしいという依頼を受け、 AI を使ったシステムコンドルを開発しました。カメラで駐車場を撮影し、クラウド AI で車の数を AI を用いてカウントします。これをアプリでリアルタイムに確認できるようになっています。車の数を正確にカウントするために合計115時間かけてデータセットを構築し AI を学習させました。
このコンドルをスーパーや飲食店に展開し、ビジネスを大きくすることを考えました。しかし、もっと大きな社会問題があることに気づきました。パーキングエリアがトラックでいっぱいのため、駐車することができず、毎日とても困っているということをおっしゃっていました。ドライバーの多くは、買い物やトイレを利用できるため便利なパーキングエリアやコンビニをよく利用するそうです。しかし、これらの場所はトラックであふれかえり、思うように駐車できないことがあります。そのため、ドライバーは休みたいときに休憩できておらず、非常に大きなストレスを抱えています。そこで私たちはトラックドライバー専用アプリ、コンドル4トラックで解決します。パーキングエリアやコンビニが近くと、自動で切り替わり、駐車状況をリアルタイムかつピンポイントで情報提供します。全国の駐車場の情報を提供するため、全国のパーキングエリアとコンビニにカメラを無料で設置します。我々が独自に開発した1台7000円のカメラを導入すれば、全国に設置するコストも十分に回収可能です。パーキングエリアはカメラを設置することによって、路上駐車などの問題の改善につながりますし、コンビニは空いている駐車枠を有効活用できるようになるため、売上のアップが期待できます。このビジネスのデータを活用し、さらなるビジネス展開も可能になります。ドライバーに特化した広告事業のほかに、夜間のスーパーの駐車場をトラックドライバー専用の駐車場としてレンタル事業化することも可能です。ドライバーの方にアンケートを取ったときに、シャワーを浴びる場所が欲しいという要望が多くありました。そこで、夜間活用できていないスーパーの駐車場をドライバー向けに有効活用し、路上駐車の問題も解消できます。私たちはこれからさらに拡大していく物流社会の問題をコンドルで解決していきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。まさかの2連駐車場、すごい、ね、駐車場が被りましたが、ちょっと、ね、アプローチがまた違いますよね。今やっぱりもう、こう事業を始めてるからこそすごくリアルで、でさらにその先の課題を解決していくという、そうですね、ね、展開があって面白かったです、はい、さてさて、では質疑応答に参ります。皆さんお手を挙げください。どうぞ。あ、早かった、ニキさん。実際カメラを置いていくのは、まあ、非常にそのパーキングエリアですとかコンビニエンスストア、全国津々浦非常にたくさんの数があるんですけども、非常に大変だと思うんですね。それをどうやって展開するということを想定されていますでしょうか。まず全国にパーキングエリアが約1000カ所、コンビニが約3万カ所あります。そこに対して我々は工事費として10万円を出して、全国の業者の方に委託して設置してもらうということを行っていきます。その10万円かけるその設置箇所数の、まあ最初のキャッシュといいますか、金額が皆さんの方で資金調達をしなければいけない、そういうモデルということですかね。はい、その通りです。わかりました、ありがとうございます。例えばすごい超大型トラックだったらとか小型トラックだったらって、止まれる環境もだいぶ違うと思うんですけど、まずそこをどういうふうにこう解決されるのかなっていうのが一つと、そうそう、その数万箇所に近いところのデータをほぼリアルタイムでネットワーキングしなきゃいけないんじゃないかなと思うんで、ネットワークコストの部分っていうのをどういうふうにお考えになってらっしゃるかと、この2点を教えてください。アプリを使用し始める前に自分が乗っているトラックの、サイズを、まあ、決めていただいて、そこに応じて、誘導する場所っていうのを決めて、カメラ1台に対して、ランニングコストがかかってきます。コストとの内訳としては、通信費が1台あたり500円、でクラウドで処理をする費用がだいたい500円で、1台につき1ヶ月間に1000円のコストがかかってきます。皆さんよろしいでしょうか。投資したいかどうかのジャッジをしていただきます。札をお上げください。どうぞ。お、×丸×丸ということで、丸がこれまた2つです。おめでとうございます。おめでとうございます。では佐藤さん、丸の理由をぜひ。実際に投資するとなった時に、我々結構ファンドに出資をしてくださってる企業さんからも、やっぱり物流 のベンチャーへのリーチっていうのは結構期待されているんですね。まあ、そういったことからも丸にさせていただきました。ありがとうございます。はい、ます一方川上さん、×でございましたが、これ1人6000円ですよね、ドライバーで。10万円で約1億かけて設置して、多分1個10万円で済まなくて、各個初期コストが大きくてランニングがかかって、そうするとかなりの量を取らないとリクープしないなっていうふうに思えたので、そこの部分がちょっと難しいかなというふうに判断をいたしました。
おっしゃる通り営業コストはかかると思います。ただまずはですね50キロ余計に走ってるってそこのコストがあるっていうのは結構重要な課題だと思っていて、それだけ無駄に CO2 も出てますしガソリン代のコストもかかってるわけなんですね。そう考えると実際に、彼らはチームトラックのドライバーだけではなくてトラックの運送会社の社長だとかにもいろんな、経営者の方だとかの声を聞いてるんですけども、そのコストを考えると、運送会社側から見るとのメリットはあると思います。おっしゃる通りのばらまいてカメラを作っていくというところに関してはチャレンジあると思いますけれども、一方で、店舗側、コンビニだとかスーパーマーケット側のメリットも作れることができると思うので、やりようによっては十分に可能性のあるビジネスではないかなと。はい、というわけで、こちらですねチームコンドルありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。企業評価額楽しみにしててください。はい、プレゼン上手だった。さあ、で前半を振り返ってみたいと思います。お呼びしましょう。 DCON 2022技術審査員の尾形哲也さんです。前半に限らないんですけど、確実に技術レベルが、松本先生がおっしゃってた通りですけど上がっていて、ただアカデミックな視点で先ほど学会であればという話がありましたけど、まさにそういうところで発表してみて十分に面白いんじゃないかなというものがいくつもあったと思います。なるほど。尾形さんにもベタ付きしてもらった方がいいかもしれないですよね。なるほど。では後半戦も非常に楽しみですね。では尾形さんありがとうございます。どうもありがとうございました。引き続き審査よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、後半戦一発目はこのチームです。どうぞ。明石工業高等専門学校、明石インテリジェンス。では参ります。明石工業高等専門学校、明石インテリジェンス、作品名はライナーです。どうぞ。我々は一体何歳まで自分の足で歩くことができるでしょうか。多くの人は年を取るにつれて歩行機能が低下し、これから介護をする人が足りなくなる未来はもう目に見えています。今回我々が開発したのはそんな未来を打破すべく、正しく運動して健康寿命を伸ばす、すなわちより長く自分の足で歩けるようにする商品です。ここで簡単に機能をご紹介します。ライナーはこのように使用者の靴に入れて使用します。この中敷きの部分に体重の推移を読み取るセンサーがついています。そしてこのセンサーで得られたデータを無線で使用者のスマートフォンに送信してディープラーニングで着地を分析します。そしてその着地から、運動姿勢のアドバイスなどを行ってくれます。続いてこちらは他社の、類似商品との価格と性能の比較表です。今回我々が開発したライナーは3000円で売ることができます。高性能な製品を安くで大量に生産できることこそディープラーニングを採用したライナー最大の武器であると考えています。また使用を繰り返すごとに使用者個人の癖を理解していき、パーソナルなデバイスへとなっていきます。よりランニングに打ち込みたい人のためにアプリのサブスクで追加機能、このような追加機能が使えるようになります。このように大勢の人が怪我を予防しながら運動できるようになる、その先にあるのが我々が思い描く健康長寿社会です。高齢者の社会貢献というのは経済力の増強にもつながりますから、今よりもっと高齢化が進んでいる中でもより良い、より豊かな社会を創造することができると考えています。この高齢化による問題というのはもう日本に限ったことではなく全世界共通ですから、このように同じ問題を抱えた海外諸国でも潜在的な需要が見込まれ、我々がソーシャルドクターとして世界をリードし続けることは大いに可能であると考えられます。はっきり言います。この商品は新たな人類の進化をもたらすデバイスなんです。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張しました。緊張しましたよ、ね、もともと僕関西弁でやるつもりだったんですよ、ええ、緊張して標準語になっちゃった、めちゃめちゃ標準語だったね。そこだけちょっと物足りないなと思ったんですよ。そうよね。ではでは質疑応答タイムに参ります。もう一つちょっと分からなかったところが、その今技術によって、つまり取ったデータをどのように今の皆さんの取ったデータで健康に生かせるのかというところをご説明いただけますでしょうか。例えば歩行とかランニングですと、いい姿勢で歩くことというのは腰痛の防止や横軸脚の改善というのにつながります。継続的に用いていただくことでアドバイスを得られ予防につながると考えております。靴底の圧力だけで、歩行姿勢というものが分かるということ、そういう理解でよろしいですか。はい、通りでございます。メンター大丈夫ですか。はい、ちょっとアップルウォッチが使ってるうちにどんどん学んで人間の姿勢を推定できるようになったように、
足の裏で計測することによって姿勢 のバリエーションが増えるんじゃないかなというのが実はポイントになっています。足元のデータをもとに例えば腰痛のベルトを作っている会社さんなんかがそのお客様に合わせていろいろ調整することで前屈が治ったとかというのをその自分たちが作っている製品とアカシインテリジェンスのデータをフィードバックさせることで製品改善につながる、こういったことがやっぱり足から取れて製品につながる、一つ のプロセスなのかなというふうには考えています。ではでは判定の時間です。はい、では、こちら皆さん札をお上げください。どうぞ。松本さんのみ丸でございます。おめでとうございます。松本さん、どんなところがポイントになりましたか？いや、世界中の人の足元にっていうのはすごい大きな構想で素晴らしいなと思ったので、世界中の人に履いてもらえるようなサービスになればいいなというふうに感じたので、はい、丸にしました。ありがとうございます。さあ続いてまいりましょう。そうですね、大島商船高等専門学校大島商船農業支援研究会。大島商船高等専門学校大島商船農業支援研究会ニュースマートギャザリングです。どうぞ。皆さん、キクラゲは好きですか？私は大好きです。そこでキクラゲ生産者の方にお話を伺いました。すると生産現場では時に湿度 95% 温度40度にもなる非常に厳しい環境下でご高齢の方が中心に作業されていると伺いました。そこでキクラゲ収穫支援システムの実現によって農業の問題解決を図るニュースマートギャザリングを提案します。本システムの流れを説明します。まず夜間に工場でロボットアームがキクラゲの菌床を撮影し作業場に送信します。菌床を回転台に乗せロボットアームによってあらゆる方向から撮影を行い作業場に送信します。朝に作業場で生産者は収穫するキクラゲの選択を VR で行います。生産者は収穫対象をあらゆる方向から正確に確認できます。またディープラーニングによる収穫判断アシストシステムによって経験が少なくても問題なく収穫選択が可能です。これが自動収穫の動画です。ロボットアームによってキクラゲを裏側に回り込み実物のキクラゲを丁寧に収穫できています。自動収穫の間生産者はゆっくり休めます。そして収穫が終了するとまた次の日の撮影を行う流れになります。本システムを導入した際の市場規模は日本のキクラゲ市場で約103億円世界では約1140億円になります。収穫する農作物はイラストのようにユニット化します。これにより収穫精度が向上しデータベースによる管理が容易になります。そこで将来的にはこの動画のようにロボットアームはこれまでとは変わりませんがユニットを吊り下げられて運ばれてくるようにします。これによりコストの大幅な削減が可能であると考えています。そしてニュースマートギャザリングはあらゆる農作物への応用が可能であり市場規模はさらに拡大していきます。またハンドトラッキングとフォトグラメトリによる 3D モデル化によりさらに快適でさらに正確な収穫選択が可能になります。そして将来的には自動栽培施設を複数組み合わせて自動植物工場にしていくことで世界に誇る日本のスマート農業を実現します。はい、ありがとうございました。いやロマン、なんかロマン感じちゃったね。本当にロマンだな。未来を見せてくれた、ありがとうございます。では質疑応答に参りたいと思います。実際に農家の方にも使っていただいたっていうことですけども、そのフィードバック、印象的だったものを教えてもらえるとありがたいなと思ったんですが、どこが具体的に好評だったかと言いますと、収穫に行くときにロボットアームがキクラゲの裏側に回り込んで引き抜くように収穫するんですね。でこれは実際のキクラゲの収穫方法を、真似ていまして、やっぱり裏側で硬い部分をしっかり掴んであげないと柔らかい部分を掴んだだけだとちぎれてしまうので、キクラゲを丁寧に収穫できるっていう点で非常にご評価いただきました。これ人でやった場合とこの機械でやった場合の1時間あたりの収穫量って言ったらいいんですかね、教えていただいてもよろしいでしょうか。基本的には8000個の菌床で1つのロボットアームっていうのを考えています。
そして人でやる場合にはこれ相当人数が必要で5人でやる場合には絶対間に合わないんですね。で2つ目、ヘルプが入りました。ロボットなので夜中にずっと動かしておくだけですから1時間あたりとかっていう概念じゃなく、作業時間が効率化するって感じです、うん、それではでは皆さん札をお上げください。どうぞ。ニキさん、これ丸、全員丸でしたが、単にその農家の方に売り込むだけではなくて自分たちが生産者になれるというか、まあ、もう皆さんで 100% キクラゲマーケットを取ってほしいぐらいの感じで、はい、聞いておりました。よかったです。はい、素晴らしい。でも、ね、評価額はまだ決まってないですからね、はい、楽しみです。楽しみにして待っておいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵。では続いてはこちらの学校です。香川高等専門学校詫間キャンパスチュトラリー。香川高等専門学校詫間キャンパスチュトラリー、作品名健康状態見守りシステムです。どうぞ。2045年の日本では AI のシンギュラリティと並ぶ確実に発生する深刻な問題があります。何か分かりますか？それは高齢化と介護の問題です。そこで実際に現場の声を取り上げました。夜は人手不足、すべて人が見守り、居室内の確認まで手が回らない、徘徊の確認まで手が回らない、不要な確認作業が多い、など24時間、切れ間のない見守りです。これらの問題を我々の技術とアイデアで解決できないか考えました。私たちが提案するナンションは、何をしているの？という香川の方言で、特許技術である高感度呼吸センサーと AI 見守りカメラを使用します。AI 見守りカメラはプライバシーに配慮し撮影した画像をエッジでワイヤーフレーム化し AI により状態と位置を分析します。呼吸センサーは呼吸、心拍、帯同を測定し AI により呼吸数、心拍数をカウントします。測定データを AI で分析し異常があれば警報を出します。呼吸センサーと AI 見守りカメラの両方を使用すれば一つのシステムで全ての範囲で高精度に使用可能です。導入を想定している施設は介護度が高く認知症があり負担が大きい施設です。これらの施設では正確にリアルタイムで見守る必要があり呼吸センサーと AI 見守りカメラ両方を導入します。全国に展開した後のビジネス展開です。実は高齢者の約 65% が自宅での介護を望んでいます。そこで全国の介護施設で得たデータを AI で分析し自宅でのより安全な見守りを提供します。そして最後に最も高齢化が進んでいる日本で生まれた高齢者の見守りシステムを日本に続いて高齢化が進む国に展開することが我々の夢です。ありがとうございました。もう私もこのままね独身だったら孤独死決定なんでね、もうこれマジで助かる。頼らないとお願いします。ではでは質疑応答タイムに参りましょう。ちょっとプレゼンの中で分からなかったんですけれども呼吸とかその、どういうふうに寝てるかっていうのを、把握することはできると思うんですけれども介護してる施設側のアウトプットっていうのはどういうふうになっているんでしょうか？そうですね、居室ごとのその状態をまずセンサーなどで検知しまして、危険な状態、異常な状態であれば施設側の人の、そうですね、ステーションなどのところに設置しているタブレットだったり個人で持っているスマホに、検知を知らせます。ということははい、オリジナルのアプリとかではなくてもうすでに施設にあるところに何かこう通知を送るっていうことをです、ね、やられる。オリジナルのアプリは作成、今後作成していく予定なので。あ、はい、そういうことなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。介護施設の、見守りが減るっていうことだと思うんですが、まあ、どういう部分が減るのかっていうところが分かればなというふうに思いましたと。はい、現在その高齢者施設では見守りを行いながら介護介助などをしているんですが、やはり同時にタスクをこなすということはすごい精神的にも負担になりますし、夜間ですと人材が不足している観点からやはり人手不足で一人でさまざまな業務をこなしている中での見守りはやはり負担になりますので、
そうですね、メリットとしても夜間の見守りをこれを装着することで、解消して、いや今何が見れるから、はい、何の見守りをしなくてよくなるんでしたっけ、メンターお願いします。まずその呼吸センサーとカメラ両方いると、あ、なんかすごいもぞもぞ動いてるなとか、なんかこうベッドの端にこう座りかけたぞみたいなことが分かると、他の部屋で何かやってても109号室の柏原さんがまずいですってビーってなっていくと、そうすると倒れる前に、なのでその大腿骨骨折とかそういった大きな怪我をなくせるっていうのが一番大きなところですね。で呼吸センサーについてはもうちょっとその少し睡眠時無呼吸症候群とか、まあ、いろんなものがありますので、そのあたりのバイタルデータを取って、まあ、ベースラインどういう人なのかっていうのを、まあ、きちんと把握しておくって、こういうところだと思います。ありがとうございます。ではでは、はい、運命のジャッジタイムでございます。ジャッジの時間です。はい、ではでは皆さん札をお上げください。どうぞ。あ、丸、ま、バツバツバツ丸、はい、丸2つ上がりました。ありがとうございました。聞かれてた川上さん丸を上げられましたが、はい、介護施設かなりこの辺は問題になっているというふうに思ってまして、今おっしゃったようなことっていうのは結構僕も課題意識あって、このヘルパーさんかなり大変なんで、ここの部分っていうのはどんどん進んでいくだろうというふうに思っておりましたんで、私は市場性があるかなというふうに思って判断いたしました。さあ残り2校ですね、うん、はい、続いての学校はこちらです。沖縄工業高等専門学校チュラウミペットラーズ。沖縄工業高等専門学校チュラウミペットラーズで、作品名ポントスです。どうぞ。私たちが通う沖縄高専にはこのようにとても綺麗な海が広がっています。しかしこの海には多くのゴミが存在しており、海岸にも多くの漂着したゴミが見られます。しかし海のゴミの8割は町のゴミということが分かり、その結果3つの課題が見えてきました。1つ目の課題が清掃が十分に行えていないことです。2つ目の課題がゴミ箱の数が少ないことです。そして3つ目が最も大きな問題です。それは清掃のための予算が多くは用意されていないことです。人がいないならロボットが清掃すればいい、予算がないなら他から持ってくればいい。私たちはそう考え、デジタルサイネージを備えた新時代のゴミ回収ロボットポントスを開発しました。1つ目の機能が自動ゴミ回収です。ポントスは画像検出でゴミを検知し、アームで回収します。2つ目の機能が自動走行です。ポントスは自動でマップを作成し、清掃データの共有を同じ施設内でポントスと行うことで効率よく清掃を行います。3つ目の機能が施設利用者向け専用アプリです。マップからポントスの位置の確認とポントスの呼び出しができます。そして4つ目の機能がデジタルサイネージです。ポントスにはこのようにディスプレイが設置してあり、広告を表示できます。AI による画像推定で関連性の高い広告を表示していきます。実際にポントスが動いている映像がこのようになります。画像検出でゴミを検知し、アームが届く距離まで走行し、アームでゴミを回収します。次にビジネスモデルです。ポントスは設置された施設で広告を流しながら清掃を行います。そのため広告を投稿してもらった企業からの広告、企業の広告料から会社を運営していきます。そして崩落地などの施設に対してはポントスを無償で提供していきます。これにより清掃費の少ない施設でもポントスの運用が可能となります。最新技術を使ったロボットと挑戦的なビジネスモデルで解決します。ゴミ拾いをビジネスに、沖縄工業高等専門学校チュラウミペットラーズの発表を終わります。ありがとうございました。いや、僕の言うことは人がいないならロボットが清掃すればいいじゃないですか。新世代のマリー・アントワネットのようなねそんないい名言が出ましたが、さてさて、では質疑応答に参りましょう。本当に海岸を掃除するのって大変だと思うんですよね。けどその辺のこう精度とか、ペットボトル以外のゴミは取れるのかとか、その辺いかがでしょうか。現在はペットボトルだけで、そこからこのアームの部分を変えていくことによって、例えば吸引式にすることによって紙のものもできたりっていうので、そこの部分では画像検出の学習するのも難しいものではないので、検出していって、そこでアームの この前方のこの部分を変えていけば十分に他のゴミも対応できると思います。収入のモデルがちょっと分かってなくてですね、はい、要は何言ってるかというと、広告収入が少ないところではコスト割れしますよね。はい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 。果たしてそのそういう収入になるのかなっていうのはちょっと分からなかったんですが、どこはどう見てもらって、じゃあそこに関してはメンターさんのヘルプをやっと使わせてもらいたいと思います。9組目にして初めてこの効果を、はい、
筐体のコストが実は非常に安く設計されていて、大きく見えるんですけども筐体20万円以下の原価で回すことができて、耐用年数もかなり高い、あのシンプルなモーター DC モーターの構造になっているので、十分7位の施設であっても、広告収入は回るだろうという我々の計算です。ではでは運命のジャッジタイムでございます。皆さん札をお上げください。どうぞ。丸、早い早い、バツバツ、丸丸丸3つ上がりました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、まずゴージさんが早かった、うん、ビジネスモデルはあの川上さんご指摘のようにいろいろとブラッシュアップしなきゃいけないとは思うんですが、必ずニーズがあるなというのは間違いないので、なんか大きい商業施設に行くと必ず走ってるっていう、ね、光景が、ね、浮かびましたよね。ちょっとね、新しい、ね、おっしゃったように新しい時代が来た感じは僕もするなと思ったんですが、さて小島さん、次でもラストですよ。うわ、そうですね、早いですね。10チームあっという間でした。そうなんですよ。というわけで最後大トリを務めますのはこちらの高専です。どうぞ。一ノ関工業高等専門学校チーム MJ。一ノ関工業高等専門学校チーム MJ、 作品名 D ウォークです。どうぞ。近年の日本では高齢化が社会問題となっています。それに伴って認知症の患者数も増加しています。認知症になってしまうと治療が難しいですが、認知症の前段階として軽度認知障害 MCI というものがありますが、 MCI の状態であれば適切な治療で 40% の人が回復します。しかし MCI に気づかずに認知症まで進行してしまっているケースが多いというのが現状です。そこで我々は D ウォークを提案します。 D ウォークは腰に取り付けたスマートフォンと足裏に取り付けるインソール型のデバイスで MCI を検知するシステムです。僕たちのビジネスモデルは D ウォークを保険会社さんの方に売っていくことを想定しています。保険会社さんが抱える D ウォーク継続利用者の人数分が課金対象となります。また保険か、非保険者にとってはそもそもの認知症になるリスクを減らすことができ、なおかつ歩けば歩くほど保険料が安価になるという利点があります。病院や 2C で売り込むことも考えましたが、このような問題点から保険会社に、販売先を設定しました。市場規模予測です。MCI 関連サービスの市場規模はこのようになっており年々拡大中です。予防もモニタリングもでき、なおかつ使えば使うほど保険料が安くなるというところが我々の商品の利点です。回復率やその他の統計情報は様々な情報があり信憑性が担保できないので、これらの正確性がしっかり実証できれば必ず儲かることができるビジネスモデルです。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。どこに営業をかけるかっていうところまでもう想定してプランを組んでるのがすごいなと思いました。しさてさて、では質疑応答に参ります。皆さんよろしくお願いします。実際にその、継続して履いていただく必要があると思うんですけども、どうやって継続して履いていただくというような、ことを考えていらっしゃいますか。Dウォークを継続利用している方に対しては、月額の保険料から100円割引するということを想定しています。他に、今日の歩数は何歩ですよだとか、今日はよく歩けましたね、そこで、モチベーションの向上を図っていこうかなと考えています。わかりました、ありがとうございます。その MCI からその回復するのが 40% ということなんですが、これって歩いてもらうことだけで 40% なのかなと思ったんですけど、何かもっと介入することでこれを高めるような方法とか。はい、歩くことで運動習慣自体が、MCI から健常者に戻す確率を大幅に上げるということがデータが出ていますので、そうですね、MCI からの健常者に、治療する方法というのは運動習慣を促すというところが主なところだと思います。なんかもっとあるんじゃないかなと思ったので、掘り下げるといいかなと思いました。メタの岡田さん、いかがでしょうか。はい、実はですね、まさにゴージさんからご指摘いただいたところとかも含めて、私のいやらしい質問リストの中に実は入ってましてですね、そういった問題に対しても必ずこう全部受け止めて、それで利益が出せるようなモデリングは何なのか、かつこれ500円100円以外にも50円単位でめちゃくちゃ細かくシミュレーションを全部回してたり、何歳から保険に入った場合はこうだみたいなところも全部一から作ってるんですね。彼らが恐ろしいぐらいなんかそのビジネスモデルが検証されている、かつそれでも不安だから3年間はもう僕たちは実証するんですという気概を見せてビジネスに取り組もうとしているというところをお伝えできればなと思ってます。ありがとうございます。ではでは皆さんご準備よろしいでしょうか。札をお上げください。どうぞ。丸丸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 5人とも丸です。やった、全丸全丸、しかも早かった。やったー、イエーイ、あ、いいねいいね
素敵素敵。もうやばいしかないですでは二木さんいかがでしょうか。一つの前提が崩れるとそのビジネスモデルが揺らぐとかそういうものではなくて、いろんなことを考えられて検討されている内容というのが すごく伝わってくるプレゼンテーションでした。確かにプレゼンの、ね、その肩の強さというか腰の、ね、しっかりした感じがすごかったですね。というわけで評価額も、ね、期待できるところだと思いますので、うん、ぜひ楽しみに待っておいてください。以上で全10組のです、ね、プレゼンがです、ね、終了いたしました。はい。審査員の皆さんにはです、ね、別室に移動していただきましてです、ね、審査に入っていただきます。どんな結果になるんでしょうね。そうですね、もう本当に今丸の数がちょっと目立ってしまっているんですが、はい、実はあまり関係なくて、一人のリード VC がものすごい、うん、その企業評価額で押せば優勝があり得るんですよね。そうなんですよ、丸が多ければいいって話ではないですからね。そうなんですよね。ついにですね、結果が決まりました。D コン審査、結果発表の前にですね、こちら企業賞の授与を行います。はい、はい、まずはアイング賞です。はい、それはアイング賞は沼津工業高等専門学校長井チームです。おめでとうございます。沼津工業高等専門学校。続きましてウエスタンデジタル賞でございます。豊田高専です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてですね、 AGC 賞です。大島商船高等専門学校に送らせていただきます。はい、おめでとうございます。続いては NEC ソリューションイノベータ賞です。沼津高専さんです。はい、おめでとうございます。沼津おめでとうございます。続きましてクイック賞です。トバ商船高専の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。トバ。続きましては KDDI 賞です。大島商船の、農業支援研究会の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、丸いグループ賞です。一ノ関、高専様の皆様です。おめでとうございます。続きました経済産業大臣賞ですね。今日は、経済産業省からですね、菅千鶴様がオンラインで参加していただいております。はい、経済産業省の菅千鶴です。今年初めてですね、経済産業大臣賞を創設させていただいたということで、はい、初めての受賞者がこれから決まるということで大変楽しみにしております。それでは経済産業大臣賞発表いたします。大島商船高等専門学校ニュースマートギャザリングの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて文部科学大臣賞を発表いたします。香川高専たくまキャンパスのチュトラリーでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。チュトラリーおめでとうございます。今回なんですが、高専生審査員の皆さんが投資すると判断したのはこちらです。ドスン、前代未聞、全チームですね。はい、どこもどこも全罰の中ですもんね。そうなんですよ、絶対に1票丸を上がってましたから ね。D コン2022、いよいよ順位発表です。はい、栄えある第3位は佐世保工業高等専門学校。おめでとうございます。おめでとうございます。伊原場の皆さんです。評価額なんですが10億円、そして投資額は3億円です。リード VC は松本さん。僕は本当に世界に戦えるということをテーマで一回評価しないと、中小企業を作るための多分 VC ではないと思っているので、なるほど、はい、最初の、出だしがですね、実はすごく大事なんじゃないかなというふうに今年急に心を入れ替えまして、こういった評価額をつけさせていただいたという状況になります。佐世保のみんないかがですか。ありがとうございます。すごく嬉しいです。先ほどもどうもお話にあった通り、少し難しいなといろいろ感じていて、まあ、こういうふうに実際に価値があるというふうに、まあ、言っていただけるのは私としてもすごい励みになります。まあ、ぜひですね、こうご期待に添えられるように、まあ、頑張りたいと思います。ではでは、お待たせいたしました。続きまして賞金50万円です。50万円の第2位は大島商船高等専門学校。おめでとうございます。おめでとうございます。大島商船農業支援研究会の皆さんが2位を獲得しました。はい、気になる企業評価額、そしてね、投資額なんですが、これまたびっくりですよ。ドスン、はい、10億と3億同じ。はい、なんですが票数の部分で順位が上回ったということです。2位になりました。リード VC はですね、こちらもなんと松本さんなんですね。
心を入れ替えたんで。なんてことだ。世界で戦わないといけないから。はい、おっしゃる通りです。やっぱり農業ってマーケットってのはすごい大きいと思ってますし、グローバルにもいろんな課題があるマーケットだなというのを思っているので、本当に新しい産業として自分たちで農業を機械化し、法人化していくっていうのは今でやっぱり農業法人というのでいろいろ縛られていて、拡大に苦労してらっしゃるような企業もたくさんある中で、逆にこういった技術をちゃんと採用することでですね、先ほどの話じゃないですけど世界に羽ばたけるような企業というのがたくさん出てくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ世界にご一緒できるんであればなと思ってこの評価額をつけさせていただきました。嬉しいですね。これは素敵なコメントですが、で今回このキクラゲの収穫支援システムの開発にあたってディープラーニングの開発の部分からもう2年間本システムで開発したりプランを考えたりしてきました。で今後はですね、さらに本システムブラッシュアップしていって実用化を目指していきたいと考えております。この度は本当にありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは優勝チームを発表いたします。優勝チームは、一関工業高等専門学校チーム MJ。 おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。はい、一関が優勝でございます。おめでとう。企業評価額こちらです。ドスン。はい、10億5億となっております。投資額がね、2億ね、はい、他のチームよりも多かったってことなんですが、とんでもない数字叩き出しましたが、こちらリード VC 誰でしょうかねと見たら、ギャフン、また松本さん。松本さん無双じゃないですか。松本無双。ちょっと反省してます。いやいや、いいんです、いいんです。おかげで盛り上げましたんで、はい、さて、では選考理由をぜひ教えてください。いや、技術的にもすごい面白いと思いますし、僕今までの D コン何回か参加させていただいてると思うんですけど、ビジネスモデルまで完璧に考えてらっしゃるっていうモデルっていうのが今回多分僕は初めてだと思ったので、なんか D コンのレベルが1段階上がったなと思った、なんでしょう、チームだなというふうに思ったので、今回今までの最高の僕は評価をさせていただいたというつもりでございます。実際どうですか、優勝をもぎ取って。本当になんか夢なんじゃないかなと思って、本当に現実感がないんですけど、いや本当に今まで本当に頑張ってこれたのはメンバーと岡田さんのおかげだと思っているので、本当にありがとうございます。こんな光栄な賞をいただいて本当に嬉しいです。優勝チームへのトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。これは嬉しいね。こちら共催のですね、日本経済新聞社が素敵な未来が切り開かれることをですね願って寄贈した優勝旗でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あー、素晴らしい。どんどん歴史が更新されていってますね。ねー、本当ですね。素敵。ではちょっとね、この優勝賞金の100万円、はい、これをどう使うか聞いてみたいんですが。そうですね、聞いてみましょう。まあそうですね、一緒にもし起業するとなった時に、一緒にやっていってくれる会社さんだったりとかっていうところをまず探さなきゃいけないので、そういうところで有効的に活用できたらなと思っております。ありがとうございます。正解です。すごい。最後の質疑応答も練習したんですか、これ。岡田さん、もう完璧な。完璧です、ね、さてさて、それでは優勝チームと記念撮影、はい、したいと思います。それではですね、はい、全出場校のですね結果を見てみましょう。こちらです、気になるね。ドン、はい、4位、香川高専の、こちらですね、が、いくらだ、これ 7.5 億の 2.5 億、これまた松本さんなんですね。そうなんですね、1位から5位までが松本さんがリード VC。 そうですね、いらっしゃいます。どういうことなんでしょうね、本当にね。本当にプレ大会の優勝が3億円でしたっけ、はい、そうですね、そうです4億円ですか、ね、4億円でしたっけ、ね、そう、そこから考えると本当にもう全体的な底上げがすごいです。はい、さてさて、では今回の総評を松尾さんお願いいたします。はい、VC って結局ですね、自分のやりたいビジネスに対して評価してくれるところが1社あればビジネスできるんですよね、だから平均点じゃなくて誰か1社に強く応援されればいいっていう、そういう世界なんですよ。ですので、今回はその松本さんが本当にグローバルな視点で、捉えていただいて、非常に高い評価をつけていただきましたけども、そういうもんだというふうに思います。グローバルに展開していくっていう中で、経営チームをもっと強くしていくとかですね、
本当にですね、そういうふうな体制を作って世界を狙いに行くということができればですね、こういうバリデーションからどんどんですね、成長させていけるんじゃないかというふうに思っています。本当にディープラーニング AI という新しい技術と組み合わせていることによってですね、大きく可能性が広がっているというふうに思います。でぜひですね、その世の中のいろんなところでイノベーションを起こしていっていただきたいというふうに思います。こういった変化をどんどん起こしていこうと、起こしていく人をですね、応援しようというふうにしていきたいなというふうに思っております。そして小島さん、今大会振り返っていかがでしたか。はい、皆さん本当に素敵なプレゼンテーションありがとうございました。皆さんのエネルギーは本当にすごくて、いろんな人に影響を与えてます。私もその一人です。今年も本当にエネルギーをいただきました。どうもありがとうございました。本当にその通りですね。もう凝り固まった私も41なんですけどね、皆さんのやっぱ柔らかい頭で、そしてね、その本当 VR を使ったりとか、いろんなその新しいものを柔軟に取り入れていくっていうのは本当に重要だなと思いましたし、ぜひね、次回があれば来てほしいんですが、なんと朗報です。早速ですが、DCON 2023の開催が決定いたしました。はい、詳しくは DCON の公式サイトからご確認くださいね。そうですね、今回は審査が、ね、すごく長引いて本当に、白熱した内容でしたね。はい、では2023ございますので、皆さんぜひ振るってご参加ください。はい、来年もまたお会いしましょう。さようなら。専門学校ディープラーニングコンテスト2022、お疲れ様でございました。